ーバーサル・スタジオ・ジャパンは28日、大阪市、ユニバーサル・シティ・ウック・大阪内で、ユニバーサル・スタイル・ストアの内覧会を実施した。同店舗は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提案する、トレンドアイテムで個性あふれる、自分コーデが見つかる、をコンセプトに運営される新オフィシャルショップ。今までパーク内の様々なエリアに点在するショップで販売されていたアイテムが同店舗に集められており、スタイリストがゲストの要望に応じてスタイリング提案をしてくれる。スタイリストの上岡さんはスタイリストになるためにバッチリトレーニングしてきました。目印は蝶ネクタイです。ゲストの皆様からどういった背景があってお越しくださったのかや普段好まれているスタイルなどしっかりヒアリングした上でコーディネート提案や大事な方へのプレゼントのアドバイスもさせていただきます。インパークグッズコーナーとタウンユースコーナーがあり、これからパークを楽しまれる方や普段使いの商品をお求めの方にも対応しておりますと笑顔で答えた。兵庫県の20代前半のカップルは、パークに遊びに来たら、新しい店ができててびっくりしました。鏡の前でいろいろグッズを合わせられるのが最高でした。岐阜県の20代前半女性2人組は、新しいお店のオープンを楽しみに待っていました。店内は、鏡もたくさんあって、写真がたくさん撮れるような内装だったので、たくさん写真撮っちゃいました。と声を揃えた。